コロナがもたらす世界の大分裂。週刊クライテリオン、藤井聡のアルファママラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。はい、前回はね、京都大学の柴山啓太さんにお越しいただいて大恐慌の話をお聞きしましたけど、はい、今日また京都大学の柴山啓太先生、はい、表現者クライテリオン編集員の柴山さんに来ていただいてお話をお聞きしたいと思います。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はどういうお話ですか？いや、今日はそのグローバル化とかね、それから今のアメリカと中国のこう対立っていうのがちょっと抜き差しならないところまで来てるよっていう話をしようかと思うんですよね。で、まあ、これまでこうグローバル化、まあ、その国というのはもうなくなるんだと、国境を越えて企業とかね、人がどんどん移動するって、これで経済、世界経済全体が発展していくんだって話になってたんだけど、まあ、どうもそうじゃないよっていうのはね、何年か前ぐらいからうすうす皆さんも感じてると思うんですが、まあ、このコロナ危機でやっぱちょっと決定的になったといいますかね、国民の生活っていうのはやっぱ国が責任持たなきゃいけないんで、それこそ危機になったらマスクも手に入んないわけじゃないですか。そうですね。医療危機だってやっぱりそれはね、その作ってる国は輸出なんかしないですよ。であるいはこれからね、食料危機が来るんじゃないかと言われてるんですけど、まあ、仮にね、例えば今こう、地球の気候おかしくなってますよね、はい、で、まあ、食料が作れないとなったら、まあ、日本は輸入してるんですけど 70% 以上カロリーベース で売ってくれないですよ誰もね。そうですよね。でそれはやっぱりその国民の生活の基本的なものはやっぱ政府が責任を持って管理するって、これが当たり前だと、でこれまではそういう、ね、自然災害も、まあ、実は、ね、そんなに大きなものは起こってこなかったっていうラッキーがあったとか、あるいはそのコロナ恐慌みたいなことが起きてこなかったっていうので、まあなんか国っていうのがそんな重要かっていうふうな時代が長く続いたんですけど、まあ、こういう危機の時代になると、やはりこう国という単位で国民の生活管理しなきゃいけない。そうすると国と国のね、やっぱ利害がどんどんぶつかりますよね。ですから、まあこれからやはり、その、まあ経済が悪くなるということの中で、やっぱ国と国の対立がですね、あちこちでこうひどくなってくるっていう、まあこういう分裂時代がですね、まあやってくるだろうなというふうに、まあそう予想せざるを得ないという話ですね。しかも国と国だけじゃなくて国の中でも分断が起こってって、もともと人体で言うとね、基礎疾患があっても健康であれば、まあ、大して問題にならないわけですけど、やっぱりこう体調が悪くなってくるといろんなところから健康上の問題が出てきて体が悲鳴を上げていきますよね。だから潜在的に存在していた分裂構造というものが平時においては隠蔽されていたんですけど、まあ、コロナになってくると一気にそれが明らかになってくると、浮き彫りになってくるっていうのがあってね、その国と国とも分裂していくし、国の中でも分断していくっていう構造がね、コロナ時代に、まあ、実はもう一つ大きなポイントなんですけどね、まあ、とにかくその今こう世の中おかしくなってるのはやっぱり今の政治的なエリートとか専門家が間違えたからですよね。そういう、まあ、庶民の不満がですね、まあ、これからあちこちでこう吹き上がってくるので、まあ、国の他の国との対決もあるけども、自国の中でその分裂しちゃうっていうようなこともですね起こってる。それはアメリカは今典型的ですけどね、はい、そうですよね。今日はそんなところをお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。聞けば今の世界がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。だから私は日本タクシー、ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由1、未経験者の私も安心して受けられた研修システム2、研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました3、入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。
北港は北港。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この収録は1週間前8月3日の午前11時過ぎに行っておりますが、今日のテーマはコロナがもたらす世界の大分裂。うん、そうなんですよね。で、今お話ししましたように、まあ、国と国との対立も、で、国の中の対立もどんどん深まっていって、うん、でもう実際中国ね、アメリカとの対立深まってますし、そうですね、でそうなるとまた台湾と中国との関係もこれがどうなるのかということもありますし、でさらに日本の尖閣にもね、うん、ものすごい圧力を今中国がかけてきたり、まあ、特にね極東なんかでその国と国との対立の問題がすごく噴出しているような状況が、まあ、あるわけですよね。もともとそこに対立の構造があったものがここでもまたやっぱりコロナきっかけでもう噴出してきた、まあ、そんな感じがあるんだろうなと思うんですけどね、うんうん、まあ、こういろんな要素が今こう同時にこう重なって起きてるんですけど、うん、まあ、大きな流れで言うとやはりこうアメリカの、まあ、アメリカは覇権国といって世界でまあ一番経済力軍事力が強いと、うん、でアメリカがまあ軍事的には世界の警察官として、経済的には世界経済の中心としてまあ全体のこう世界経済秩序をこうまあ差配すると言いますかね、うん、まあ、そういうまあリーダーの役だったんです、はい、まあ、ところがこの30年間中国がですね、まあ、急速に経済成長していくし軍事力も強くなっていくという中でアメリカに追いついてきたんですね。今 GDP がだいたい中国はアメリカの 6割ぐらいに達してきて、でアメリカって国はあのナンバー2の国が自国の GDP の6割を超えると急に叩くっていう法則があって、日本もね80年代6割超えた瞬間に叩きに来たんですよね。そうです。アメリカも2015年ぐらいから急にですね、やっぱ中国はこれほっとくと危ないってなって、で、でも私の子供の頃の中国のイメージと今とも全然違いますもん、ね、みんな人民服着て自転車乗ってるみたいな。そうそう、私僕らはね、僕らの中で、まあ、そんな感じですよね。毛沢東の写真掲げてみたいなね。はい、うん、ところが今は、まあ、そのトンガンとかね、まあ、先端地域に行ったら、まあ、日本よりはるかにね、進んだ状況になってますし、中国人が日本に来ると、日本の物価が安いとかですね、あるいはまだ紙のお金使ってるのってびっくりするっていう、うん、交通システムなんかでも、ね、まあ、向こうの方が圧倒的に進んじゃってるっていう状況で、うん、完全にそうです。もう今ハリウッド映画見てもなんか日本アジア人っていうと日本人っていうよりはもう中国人で、でお金持ちの中国人が出てきたり、なんかもう裏のドンみたいな中国人が出てきたりっていうのが多いですもんね、うんうん、そうなんです。まあ、自動車産業はまだ日本強いんですけど、家電なんかでは商品開発力も上回り始めてるんで、うん、まあ、いずれにしても経済発展って一度そのサイクルに入るとまあ、うん、結構なスピードでこう行くっていうかね、波に乗れる、波に乗って中国は波に乗ったんですね、うんうん、うまいことで、アメリカはまあそれを助けちゃったっていうのがあって、うん、アメリカはその中国製品を買い続けたっていうのがね、はいはいはい、中国の成長を助けたっていう、ね、まあ一時期チャイナアメリカ、中国とアメリカ結婚したと言われるぐらい仲いい時代があって、うん、まあオバマ政権第2期目ぐらいから、うん、このままいくとこれちょっと追いつかれるぞってなって、でこれがまあイギリスアメリカの特徴なんですけども、180度変わるんですよね。昨日までニコニコしたら急に叩くっていうのがまあ、うん、ヨーロッパ、特にアメリカ、イギリスのアングロサクソン諸国のまあ特徴なんですけど。で、ね、で、それからまあいろいろあって、特にこのコロナなんかね、さあの、うん、先週も言いましたけど、まあトランプからすると4年間の経済成長が吹き飛んじゃったわけですよね。うん、で、これも中国がね、しかも一方で経済はまだ、あの、アメリカに比べれば順調で。で、もともとこう中国がアメリカの雇用を奪ってるんだっていうふうに言ってきた、まあトランプはですね、ここへ来てさらにその中国に対するまあ攻勢を強めると言いますかね、流れになっていて、トランプというよりもその下のポンペオっていうね、国務長官がまあ中国をディスると言いますかね、それも中国共産党政府は全体主義だ、中国人民を支配してるんだって、まあこういう言い方で、まあ中国って国家よりも共産党をこう狙い撃ちにするというね。で、中国の方は中国の方で、まあもちろん経済は見かけ上順調なんだけど、中を見ると、まあ格差がやっぱりすごい勢いで進んでいるとか、うーんかリーマンショック以降はやっぱり経済は実はこうスローダウンしていて、で、それに対するこう不満みたいなものもですね、中国の中で起こっている。それからまあ住宅バブルといいますか、不動産バブルは未だに続いてますしね。うーんで、そういろんな要素があって、まあ、国内も、それからまあ今、水害が起こったりなんかしていてね。はい、まあ、国内いろいろ問題がそれはもちろんありますよね。うん、日本だって高度成長期には環境問題とかね、いろいろありましたし。で、そういうのもありますし、で、またやはりこう、ああいう独裁政権というのは、常に政権担当者が優れてるってことを国民に証明しないと正当性が維持できませんから、ね、うん、やはりその香港とかね、特典ですよね、を稼ぎ続けるってしなきゃいけない。で、香港に関しては、ちょっと信じがたいぐらいのその法律を作ってね、
まあ、極端にその自治を奪うみたいなことをね、やってるし。あれもほとんど、いわゆる我々西側諸国というか、その自由民主主義国勢力に対する侵略に近いですよね。いやだからそ、中国の国土とはいえ、だから政治的には侵略ですよね。は、まあ、こう長い目で見ればね、別に中国に味方するつもりないけど、もし中国が本当に冷静であれば、うん、なんか50年かけてじわじわやればいいんですよ、うん、それをこんなに焦って香港を取りに行くっていうのは、うん、当然ながらイギリスは反発してね、で今度イギリスとアメリカは完全に手を組んで、うん、もう中国の人権問題とか今えぐりまくってますよね。もうなんかぐちゃぐちゃですね、うんうん、で中国はしかもね、インドともですね、いわばなんか小さな戦争みたいなの始めちゃってるし、でそれからね、南シナ海には基地を作っても実行、なんか行政区を作って実行支配してるし、うん、日本の尖閣には出てくるし、もうあちこちでトラブルを起こしちゃってるっていう、で四面楚歌になってるわけですよね。中国外交うまいっていうけど、こんな外交のうまい国あるかっていうか、こんな全面包囲で戦争なんかする国あるかよって話で、明らかにですね、ちょっとコントロールしきれないと言いますか、ある種こう膨張モードに入ってしまうと止められなくなっちゃってるっていうふうな思いますよね。で香港も、まあ、中国は非常に経済強いので香港なしでも独立できるぐらいであれば十分いいとは思うんですけど、うん、これ未だに香港は中国にとって重要な都市であって、うん、にもかかわらずこんだけ攻勢を強めるとキャピタルフライトが起こって、うん、でバブルが崩壊して香港経済がもうダメになってしまうと自らが気づく可能性だってあるわけで、そうですね、まあ、これから多分アメリカは、まあ、今 TikTok とかね、ああいうこう、うん、一部の企業に対する制裁を強めてますけど、中国は当然それに対しては対抗措置を取る、うん、でアメリカは最後の手段はやっぱ金融という ね、 うね、やっぱり今世界は金本位制じゃなくて事実上ドル本位制と言われるぐらい、うん、ドルという通貨が各国の、まあ、取引に使われる、うん、あるいは準備通貨といって、うん、まあ、国の、ね、政府のこう準備として、ね、置かれてる、うん、でこれドルってやっぱ圧倒的な力を持ってるんで、まあ、その気になると、まあ、アメリカは中国をこう締め上げることができるんですよね。できるんですよね。で中国もそれ黙ってられない、うん、そうするとこの対立っていうのはやっぱりほっとくとどんどんエスカレートしていくし、うんうん、で日本に関して言うと、まあ、そのうち、まあ、日本にアメリカがですね、お前どっちの味方するんだと、なりますよ。俺たちの味方なのか、それとも中国とこれ以上取引するのか、どっちだ、選べと言われる。 TikTok やめろとかですね、うん、はいはいはい、中国企業に技術をやるなとか。そうですよね。で実は日本はですね、この間脱中国と言われながらまだまだ中国に投資してるんですよ。全然脱中国進んでないんです。で最近珍しいなと思ったニュースが、親中派としてよく言われる二階俊博幹事長と、それからあの官邸の中の首相補佐官である今井補佐官のこの二人をアメリカ政府が名指しをして親中すぎる態度だという批判をしたんですよ。これね、なかなか聞いたことのない批判で、そうですね、だから相当ねアメリカはね警戒してるんですよ、日本が中国と仲良くすることを。うん、そうですね。で、まあ、親中、まあ、二階さんはちょっと分かりませんけど、まあ、その秘書官限らず、うん、まあ、財界がね、やっぱりこう、やっぱ中国って市場としてものすごく大きいし、うん、まあ、しかもさっき言ったように技術力すごい上がってるんで、うん、まあ、日本企業はむしろこう中国は技術は高くて人件費安いわけですから、うん、どんどんやっぱ工場を中国に作ってるんですよね。うん、中国と喧嘩してくれるなっていうのは、かなり大きな声としてあって、あるんですよね、まあ、政府の方もそれをこう無視できないっていう状況になってる。うん、でもアメリカは多分ですね、これからどんどんプレッシャーかけてきますよ、うん、経済と政治でアメリカはもう経済一辺倒じゃなくて、かなり政治の方を優先してきますよね、これからね、明らかにそうなってきます、うん、でそうすると日本企業がはしごを外されるなんてことになりかねないので、ちょっと態度を、ね、決めておかないと ね、 そうですね、これ明らかにアメリカ側にこれあの肩入れをしておかないと、まあ、バランスは必要であるとはいえですね、あまりに中国にこうバックドアだバックドアだっつってね、バックドアを開けとく必要があるって、後ろのドアを開けとかなあかんって言うんですけど、はい、いやフロントドアを開けるなよと、うん、中国に対して表のドアでどうぞってやってるとこれはダメですから、うん、いやせいぜいバックドアぐらいにしておかないとバランスが悪いんですよね、うん、そうなんです。だからね、今日本はね、まあ、この8月頭の段階で毎日、まあ、コロナのね感染が200人だ300人だってやってるじゃないですか、まあ、それも大事じゃないとは言わないけど、まあ、でももうちょっとこう俯瞰で見るとね、まあ、日本の周りできな臭いことがいっぱい起こってるわけですよ。それこそ100日連続で尖閣諸島にね中国の船が来てる、いつ何が起こるかわからないっていう緊張状態がですね、そんなニュース見ないです。見ないですよね。見ないです、ね、正義の味方ではやりますけどね。そうそう、正義の味方以外でねやらないですね。めちゃくちゃやばい。この間ね、あのアメリカ、イギリスの、ね、雑誌に書いてあったけど、日本の戦闘機のパイロットって過重労働だって、うん、
スクランブル発進って言って、あまり領海侵犯が多いから、多いのでものすごい飛ばなきゃいけなくて、かわいそう、ね、ヨーロッパのパイロットの倍ぐらい飛ばなきゃいけないらしいんですよ。過重労働で、それ日本のニュースないでしょ、僕なんでイギリスのニュースで知らなきゃいけないんだって話で、いや日本のことやろって日本のことなのね、なりますよね。なんかね、コロナにかまけてるうちにね、もうとんでもないことに今世界が動き始めてて、しかも国内も大変なことに今ね、それぞれの国においてなりつつあって、そんなね、偉い時にも世界中の若者はね、怒ってるんですよ、こんなんあかん。で、今の日本の若者も潜在的にはこんなおかしいと思ってる人は口に渡さないけど多いはずなんですよ。で、それを象徴する一曲を今日は柴山さんにご紹介いただきたいなと。はい、リサのグレンゲです。週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ。私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。だから私は日本タクシー。女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1、子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。2、シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。3、私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。4、国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。リサでグレンゲお届けしました。もう言わずと知れた鬼滅の刃ですね、はい、ついにこの曲が流れました ね、ついに流れましたね。柴山さん、これを選ばれたご趣旨はどういうご趣旨ですか？いつも渋い曲ばっかり選曲してるんで、まあ、たまには今風のやつだと。今風のやつをね、まあ、あのコロナ自粛でね、ステイホーム期間中に、うん、まあ、僕もまあこれ話題だったんで見たんですけど、うん、なかなか面白いじゃないかというね、うん、これシンプルに娯楽作品として面白いですよね。面白いですね。あの敵が強いし、うん、で味方っていうかこっち側、主人公誰でしたっけ？炭治郎ですか？炭治郎ね、はい、炭治郎めっちゃ努力して、うん、で強くなって、うん、で炭治郎より もっと強い柱もいくつかおって、はい、なんかあのドラゴンボールパターンと違って主人公がひたすら強くなるだけじゃなくて、うん、なんかちゃんと敵が強くてその中で努力をして強くなっていくっていう、なんかリアリティありますよね、うん、我々の人生の普通の、まあ、しかも剣ですからね、うん、まあ、日本の男の子はやっぱこういう剣、うん、チャンバラ劇がね、うん、まあ、ちょっと血が騒ぐところがある、うん、それとね、僕やっぱこのストーリー結構今風だなと思ったのは、うん、この悪役の名前なんて言うんでしたっけ？鬼滅事務山。鬼滅事務山、悪いやつですね、あいつ。ですよね。はい、でこれストーリーは、まあ、見てない方のために言うと、うん、大正時代ですかね、うん、設定はね。はい、でこう夜になるとこう暗躍する鬼がいて、人の血を食らうんですよね。うん、でこの鬼のボスがこの鬼滅事務山ってやつ で、こいつがちょっとずつこう血を注入して人間を鬼にしてっちゃうっていう。うん、で主人公の妹が鬼にされちゃうんで、うん、主人公がその鬼になった妹を、まあ、人間に戻すために戦うっていう、うん、こういう話なんですけど、この悪役がですね、正直何がしたいかよくわからないやつなんですよね。だって人間を滅ぼしたら食べるものなくなっちゃうわけだから、うん、あんまり滅ぼしすぎちゃいけないわけでしょ。確かに。やたら知性的な鬼とシンプルな主人公たちの戦いなんですけど、うん、なんかね、さっきこう今世界がね、こう専門家というかものすごいこうインテリだけどわけがわからない人たちと、うん、シンプルなこう道徳を持った庶民たちが対立になってるってじゃないですか、うん、なんか僕このアニメを見てるとそれをちょっと思って、そういうことになってますね。落ちさせるものが、そう、鬼滅事務山っていうのはなんかね、うん、まあ、自分もその一人だから言いにくいんだけど、なんかね、いわゆるインテリのなんか、ね、まあ、でも見た目もそんな感じですよ、うん、ね、そんな感じですよね。なんか綺麗なスーツ着てね、白いスーツ着て、はい、帽子かぶったりとかして、はい、で血を注入するってですね、変な思想をばらまいてね、うん、その庶民たちをたぶらかしてるんですよ。これ経済学とかね、新自由主義とかね、とかなんとか主義とか、うん、なんかこう変な思想とかね、そうそう、だから主人公の妹洗脳されちゃったんです、なんか変なやつに。あ、なるほど。いや、すごい、どんどんリンクしてくる。そうそう、でもまだ人間の理性を幾分保ってて、保ってるっていう、で中にこれちょっと名前思い出せないんだ
だけど、途中あの女性が出てきますよね。鬼になっちゃったんだけど、いますよね、いますよね。人間を助けるって医者の綺麗な女ですよね。玉代さんですよね。で、彼女のキャラクターすごくいいなと。つまり鬼にされたんだけど、逆にその能力を人のために使うと、ものすごいお医者となるわけじゃないですか。で、本来ね、知識人はああならないといけないんですね。いや、本当ですね。なるほど。そうです。鬼舞辻無惨みたいにね、はい、意味不明にね、その人をね、洗脳して喜んでるみたいな、そういうのじゃダメで。で、今ね、こう世界的にね、エリートというか、ある種学、高学歴のインテリ、そうですね、広い意味での、と庶民の対立っていうのがあって、で、今回のコロナ問題もそうでね、で、コロナ問題、今こう、日本はまだおとなしいけど、アメリカ、ヨーロッパではデモが頻発してるんですよ。そうですね。でいい加減にしてくれと。で、エリートはやっぱりこう、もちろんこの公衆衛生学であるとか、経済学であるとか、いろんなことを勉強して、で、やっぱりこう、犠牲者を少なくする。だからその、感染を減らすために、数理モデル使ってとかやって、で、それでこう、ソーシャルディスタンスが必要だとか、なんだ、なんか言うんですよね。ロックダウンしなきゃいけないとか、そうそう。で、いろいろ言いますよね。で、それはそれでもちろん一つのストーリーとしてできてるんだけど、庶民からすると、いや、いい加減にしてくれと。本当そう。本当にそうですよ。ね、その人間どうせ死ぬんだし、自分たちの生活をどうしてくれるんだ。ライブをね、やった時にあるボーカリストがこう言ってたんですけど、僕はいろいろあるのはわかるんですけど、変わるの嫌なんですってね、シンプルに言ってね、この感覚大事やなと、同じことしときたいと、これ ね、ものすごい素朴な人間のね、感情だと思います。昨日と同じものを食べる、昨日見てたものと同じところに行ったら同じものが見える、そう思いたいんですよ、人間って。もともとね、その専門家と政治家だったら、昔は政治家偉かったんですね、で専門家アドバイスしてたんです、でも今回のコロナもそうだけど、政治家より専門家の方が地位が上がっちゃってるでしょ、逆転しましたよね。要するに政治家は専門家に言うこと聞かなきゃいけなくなってきた、そうすると、その専門家正しければね、誰も不満言わないんですよ、おっしゃる通りですね、なるけど、専門家は間違ったら、これ誰が責任取るんだって話になって、ね、しかもね、言葉の定義上、専門家ってバカってことなんですよ。なんでかって言ったら、専門のことしか分からんわけでしょ、一面でね、一面しか分からん人間のことをバカっていうわけですから、専門家っていうのはね、もうオリジナルに、もう本性からしてバカである可能性が高いんですよ。だからね、専門家はね、常にね、専門のことしか分からないバカなんだと思いながら、それでようやくバランスが取れるぐらいなのにね、偉そうに喋ってるでしょ。お医者さんがね、そのお医者さんの見地からだけね、言うんだったら全然いいんですよ。いいんだけど、これはもちろん我々ね、我々あの鬼の方なんで、自戒を込めて言ってるんでね。そう玉代さんみたいにならなきゃいけないと。だからそれは、その、専門家の側でもそういうふうに自覚を持たなきゃいけないし、それから、まあね、アメリカではこういうの反知性主義とか、アンタインテレクチャリズムっていうんだけど、日本では反知性主義ってことは反専門家主義で訳すべきなんですよね。専門家の言ってる通りやったら、俺たち死んじまうよっていうふうに思ったら、抗議の声を上げる。で、これね、なんか日本ではすごいバカにする人多いんだけど、今言った意味での反専門家主義とか、反知性主義とか、反知識人主義って健全な民主主義の条件なんですよ。そうなんですよ。だって民衆の声なんだから。当たり前ですよ、そんなもの。で、そう言われて声が起こったら、そうかと、やっぱり民衆もね、これはあんまりこう自粛とか言ってると大変だということで、政治家が頑張って専門家の声と苦しんでる人たちの声を総合しながら決断をするって、責任を取るっていう仕組みになる。今日本はいろんな意味でおかしくなってるんですよね。苦しい層の意見が全然通らない、全然通らないですよね。マスコミでも通らないですもんね、全然出ないですもんね。しかもね、今みたいなね、僕みたいな意見を言ったら、あ、そうかと、そしたらもう専門家の言うこと聞かんでええんやっていう人も出てくるんですよ。いや、それは違うと。そうですね。そこはちゃんと専門家の意見としてしっかり聞いて、そこにはリスペクトを払って、そこを条件に政治のあり方を考えなあかんっていうね、これが成熟したね、民主主義、政治判断のあり方なのにね、なんかね、大人じゃないんですよね。過剰だし過小だし何やらしだって、おかしいことはおかしいっていうふうにね、声を上げていくっていうのは、まあ大前提だと思いますね、日本人ちょっとおとなしいのかなっていう、そうそう、だからね、やっぱりね、鬼滅の刃の炭治郎ぐらい怒らなあかん、シンプルにね、炭治郎これシンプルでいいじゃないですか、だって妹と友達のために頑張るっていう。そでめちゃくちゃ努力しますからね。ものすごい努力家ですよね。とてつもなく努力しますからね。鬼舞辻無惨のやったらこう、見解でなんかよくわからん、なんか複雑な性格と比べると、もうそれ単純でしょ、で、最後やっぱ単純なのは勝つっていう、これいいですよね。ね、もっとシンプルに生きていきましょう。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北光観光バスは、あなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北光観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北光観光バス。
北港は北港。ポールトレーラー社、ウィングトレーラー社、パワーゲート社、ユニック社、箱社、冷凍社、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。さあ、お送りしてきました週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この収録は8月3日の午前11時30分頃に行っていますが、そろそろ終わりの時間になりました、ね、今日はコロナがもたらす世界の大分裂、これは国と国との大分裂もあるし、国の中でのいわゆるエリートと、うん、それから日常を守りたい庶民と、でエリートっていうのは日常のことなんて全部飛ばして専門的な理屈だけでなんか社会を作ろうとしてて、それに対してものすごい反発を庶民が今してるっていう状況にあるわけで、はい、でそれをね、まさに今回我々今回編集した別冊クライテリオン、うん、コロナから日常を取り戻すの中で特集をしたんですよね。でしかもこれはコロナの前に戻ろうってんじゃなくて、日常を取り戻して、うん、でコロナ前は前でやっぱおかしかったわけですから、そう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 、もう経済もまあね、うん、めちゃくちゃ、ね、グローバル化進めてね、で政府もね、うん、もう責任取らずに増税ばっかりやってね、そう、そうだ、うん、そういう意味では日常を取り戻すっていうのはある意味では新しいですね、本当の意味で我々にとって望ましい社会を作るって意味でもあるんですね、うん、日常っていうのは改善し続ける努力の場ですからね、だから日常に戻って改善し続ける場に戻ればいいわけで、新しい日常なんてもういらないんですよ、そんなもの、うん、普通の生活を改善していけばいいだけなんですよ。そんな内容がたっぷり載った、はい、別冊クライテリオンはインターネットや書店で購入することができますので、ぜひご覧になってください、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長柴山さん、今夜はありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。また柴山さん、いつでも遊びに来てください。そうですね、またあの近いんですぐに、ね、これでも自転車で来ていただければと思いますから、はい、では皆さんも来週月曜午後9時半までさようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。